はい、皆さん、こんにちは。今回もですね、いつものごとくなんですけども、ちょっとね、外に出てきてこの動画を撮っております。雑音等がね、多少入るかもしれませんけども、その点はね、ご了解いただければなという感じなんですが、最初に申しておきます。ピンクのシャツを着ておりますが、決してピンクの話ではありません。どちらかというとですね、グレーの話ですといったことはね、先にお伝えさせてもらいますけどもね。ヌミヤ家、いつものごとくヌミヤ家の話なんですけども、特にね、今回は後からまたね、いろいろお話しさせてもらいますけども、日本のことわざでありますよね、親の背中を見て子は育つってありますよね。私もね、一応ね、一人娘がいるもんですから、まあ、そういったようなことはね、娘のことを、まあ、育てていた頃はね、よくそんなような言葉をね、耳にいたしましたけどね、今現在は私の娘はもうすでに、佳子様とね、同じぐらいの年になっているので、手が完全に離れておりますけども、まあでもね、やっぱり子育てを、されていた方、もしくは、ね、今現在もされておられる方、この私の動画をご覧くださっている方でも多いと思いますけども、今言ったようなことわざに関してはね、思い当たる点が多いんじゃないでしょうかっていう感じなんですが、そういったような観点で言うとね、このヌミヤ家の方々においてもね、非常にね、いいマッチングをするような点をお見受けしましたので、今回の動画はね、ちょっと短めの動画になるかと思いますけども、そういった点をね、中心にお話をさせていただこうと思っております。最後までご覧ください。はい、でですね、まずね、ご覧になっていただいているのは、これはね、今朝方早くにね、実際にウェブ上でも出ておりました、佳子様がダンス大会でノリノリのね、ポンポンをこうやって振ってね、ノリノリだったよといったような話を受けての、記事だったんですけどね。で、まあ、そのノリノリだったという点に関してはね、もう皆さんもご存知だと思いますし、私もね、昨日ぐらいの動画でいろいろお話をさせてもらいましたけども、そういった中でね、この記事に関しては、まあ皆さんもね、よくご存知だと思います。佳子様が ICU の当時ですね、国際基督教大学に行かれていた時に、まあダンス大会というかね、へそ出しダンスありましたよね。今回はそういったような画像もね、ご覧になっていただきますけども、まあそういったようなことをね、引用してきているんですよ。要はそういったような佳子様がね、そのへそ出しダンスをしていた、といったようなことをね、受けて、それを知っているであろうね、今回の、このダンス大会でね、具体的に、まあね、ダンスというか踊っていた人たちもでね、その佳子様がね、そういったへそ出しダンスをしていた佳子様に見守られて嬉しかったのではないかみたいなことが書いてあるんだけど、まあはっきり言ってね、どうでもいいわねっていうような感じですよね。まあ私にしてみればですね、これが本当にね、公務なんですか。今回この記事にあるように、佳子様が ICU の当時のね、そのへそ出しのね、ノンスリーブのね、衣装で踊っていたといったようなことをね、ピックアップしてきて、これってね、これと今回のね、この実際のね、パフォーマンスに参加された佳子様、どう考えてもね、これ公的な公務と思えないんですよね。どちらかというと、ダンスといったような視点で、私的な興味をもとに、このね、大会にもご参加されたのではないですか、というふうにしか私は思えないんですけどね。まあ、私の勝手な試験ですけども、まあ、そういったような、まず記事が上がっていたわけですね。まあ、こういったようなことを見てもね、その ICU 当時の、今からちょっとね、画像ともご覧になっていただきますけども、まあ次のページということでね。はい、これがですね、まあ ICU 当時の佳子様ということで、まあこのね、写真に関しては、今現在いろんなね、ウェブ上でもいっぱい出回っておりますので、皆さんもね、ご覧になったことあると思います。いやー、まさにへそ出しというかね、腹筋出しというかね、まあすごいよね。皇族の方ですからね。切ってね、大学生であったにしてもですね、皇族の方であったことには変わりはない。そして右側の写真なんかもさ、もうこのジーンズ姿というか、まあ学生だから仕方がないといえば仕方がないのかもしれませんけども、ただね、まあいつものごとく比較しちゃいけませんけども、例えば敏宮愛子様がね、学習院で、まあ勉強されておられた時ね、もう卒業されましたけども、その時のお姿って、こういったような今ご覧になっていただいているようなお姿、皆さん見たことあります？まあそれは多少ね、ラフな格好をされてね、お友達と一緒に写されていたようなこともありますけども、ただ、今ご覧になっていただいているような格好はほとんどないよね、といったようなことで、まずは佳子様の話をさせてもらいました。
で、今回はね、どちらかというと次のね、ページをぜひご覧になっていただきたいんですけど、次のページ。はい、ここでね、今ご覧になっていただいている通りですね。親の背を見て子供は育つ。本当によく言ったもんですね、このことわざね。本当にね、私もさっきねちょっと言いましたけど、まあ私も一人娘がいてね、子供が小さかった頃にはね、こんなようなことをよくね思い出して、このことわざを思い出しながらいろいろね子育てをしたような覚えもありますけどね。私はどちらかというと海外にいた時期が多いので、私はあの自分の家内にね、子育てという点では頼っていたということがあってね、あんまりいいパパではありませんでしたけどね。まあでもそういった中でこのことわざ本当にね、うーんっていう感じですよね。はい、でね、今ご覧になっていただいている写真なんですけども、はい、左側ね、まあ、あれですよ、パパのね若かりし時の写真なんかさ、サングラスかけてさ、はい、どこぞのね、それでこれね、白黒だから分かりにくいんですけども、なんかさ金のネックレスかなんかされているんですよね、まあ、若かりし頃というようなことなんだからこその写真だとは思うんですけども、うーん、どこぞのねヤンキーさんですかみたいな感じだよね。はい、それとね合わせてなんですけども、ミッカーの写真、はい、これはね、身長がね具体的に出していたような写真なんだけどね、この下に書いておいたでしょ、親の背を見て子供は育つといったことでね、左側の写真とそっくりだねみたいなね。まああの KK 息子のね、この K さんのこの写真に関しては、まあおそらくニューヨークでね日差し等暑かったんでしょう。なのでねサングラスをされていたと思うんですけど、なんかさそっくりだね。はい、でね、まあちょっとサムネ等には書かせてもらいましたけど、本当にね皇族なのでしょうかといったようなことがねもう考えられますよね。私もねこの動画に関してはというか、いつもね勝手なことを言っておりますけども、私の率直な気持ちです。まあ私の気持ちにね同意してもらえるような方も結構多いでしょうし、はたまたですね、まあ当然秋神の方等ですね、私のこの動画を見て何を言ってるんだ、たまたまサングラスをかけているようなところが似てるんだろうみたいなことを言うんでしょうけども、ただねさっきも言いましたけど、じゃあね豊ノ宮様がねこういったようなねサングラスをかけているような写真今まであった？ほとんどないよ、私見たことないけどね。もしあったのであればコメント等を通じて教えてほしいんだけど、私は見たことないよね。まあ確かにね、先日のその御料牧場でのご静養のああいったようなプライベートの写真なんかもね、まあ、あの宮内庁から公表されておりますけども、あれなんか若いってさほのぼのとするような写真だったでしょ、両陛下と一緒にですね、まあ、こういったような今ね特に右側でお示ししているようなこの恵子さんのようなですね、こんなさ黒縁のこのサングラスをかけているような写真豊ノ宮様である？ないよね。少なくとも公表されているような写真に関しては一切私は見たことありません。全然やっぱりね教育の仕方が違うんでしょうねといったようなことだと思いますよ。どうですか皆さん、これに今ご覧になっていただいてですね、右側の写真と左側の写真そっくりだよね。なので私も書かせてもらいました。もう一回言いますよ、親の背を見て子供は育つといったようなことじゃないかなというふうに思いますけどね。一旦変えます。はい、ということでこの動画に関してもね、ちょっと外から撮らさせてもらっておりますけど、皆さんどうですか、先ほどの佳子さまのへそ出しダンスのね、お写真だとか、まあ、佳子さまのニュースだとかね、もしくは最後に見ていただいたね、はい、恵宮殿下のね若かりし頃のパパさんですよのね、写真だとかね、金のネックレスしてさ、そして、一番最後にお示ししたですね、ニューヨークのトンズラ夫妻の写真、黒縁のサングラスかけてさ、本当にね似てるわねというようなことで、いやーこれがね日本を代表するような2600年続いているようなね皇族の方々、そして今現在皇位継承順位の1位を持っているような方の写真なのでしょうかといったようなことをねお話しさせてもらいました。まあ今回の動画に関しては皆さんいろいろねご意見があると思います。お待ちしております。ありがとうございました。バイバイ。